ていうかさ、今もうワンピースが楽しくて仕方ないんだけど。あれもう1ヶ月経った。もう経ちますね。来週ですか？来週。ワンピースがちょっと面白いんだよな今。もう楽しみで仕方ないです来週。どうなっちゃうんすか。もう何もかもが解明されるって言ってるんですけど、小田先生が。ワクワクして仕方ないですね。ショーとショーの合間一番面白いですね。一番面白い、あの時、あの瞬間、ワクワクする。ちょっといつかワンピの回したいんですよね。ワンピについて語り合う回。芸人さんの中で詳しい方誰だ。本当に詳しいやつ誰なんだろう。かなり説明詳しい。いや、どうなんですかね。ワンピ詳しい人。あ、まあそうですね。下振りのせいやさんって。ああ、いいですね。考察会したいですね。考察大好きなんですよ僕。あ、見ますよ。さっきモッチー先生も上木さんとも最近 DM でやり取りできるようになりましたし。あ、そうです。かまいたち、山内。まあ、かまいたちは ね、番組やってますからね。いや、俺ジャンポケの太田に教えたの俺なんですよ、ワンピースの面白さを。でも考察がやっぱもう醍醐味ですね、ワンピースは。はい、てな感じで、来週はスーパーノリエワールド、先行プレイパーティーとなりますので、事前にねこちらで見て、発売日当日からもうめちゃ強プレイを皆さんしていただければなと思いますので、よかったら来週見てください。バイバイ。